高校球界最速の163キロをマークした右腕は打者2人に対し直球のみ25球を投げ、安打数の当たりは5本、最速157キロを計測した。一方、ヤクルトの同1位奥川恭伸投手18、星稜高は8度目のブルペン入り、初めて変化球を披露するなど最多の63球を投げた。令和の怪物がついに本拠地のマウンドでベールを脱いだ。風速10メートル以上の強風が吹き荒れる中で、佐々木朗が自慢の強し速球を投げ込んだ。バッター相手に投げることができてすごく楽しかった。風とかこの球場の特徴も感じることができた。球速にばらつきがあったのでそこを修正していきたい。昨年4月の18日、本代表候補合宿で163キロをマークした右腕にとってプロ初となる打者との対戦。ボールが小さく見えたと目を丸くするほどの速球で押した。福田と5年目内野手の茶谷を相手に全て直球で25球。157キロを3度マークし、13球が150キロ超だった。22球目は福田光に左翼席への柵越えを浴び、18歳はいい気持ちではなかったですと負けん気の強さも覗かせた。安打数はわずか5本。フリー打撃前の投球練習では電光掲示板に158キロと表示され、先輩たちからどよめきが起こった。順調にいけば次回のフリー打撃登板は27日で、変化球も解禁する予定だ。その次のステップとなるシート打撃をクリアすればいよいよ実戦も見えてくる。投球を見守った井口監督はその方向でいると4月中の実戦デビューを示唆した。新型コロナウイルスの感染拡大で開幕日すらはっきりと見えない状況で、ゴールデンルーキーが明るい話題を提供する。石井貴直、佐々木の投球を初めて受けたロッテ上田、今まで取ったことのないような球、クローザーで1回だけなら絶対に打たれないと思った。佐々木について日米通算121勝のロッテ吉井投手コーチ、彼と同じ頃の自分の投球に比べると素晴らしい。早く実戦デビューできるように調整していきたい。僕らも楽しみ。練習試合の休止を受けてロッテ井口監督、紅白戦をやったり2軍の試合に1軍の選手を送り込んだりしたい。